かどうか怪しかったけど、俺いつもランダムだけど、マトさんはなんか PGM 決める傾向にあったから。そっか、マトさんは対戦中は回線の影響でニコ生見ないんだっけ。バカ。
そうかね。うわあ。死んだね。対戦中は単純にタイプが遅くて反応できない。ああ、そういうことか。あれかね、マーガレットのテーマとかにしとく。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。特にリクエストはないんで大丈夫っす。了解。最大
もうじゃ打ってなかったかな。惜しいくらい次
ます。はい。いやー死ぬ。助かった。あと1ミリ足りない。始まるよ。すいませんでした。え、マジで？ドラム変わったのよ。ガキの大盛りは嫌なんだけど。
いるけど何？ちょっと待ってくんない家族に呼び出された。ああ本当だ。
大よ。めくりがするとあばばばば。お、待て、変なのがいるぞ。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。今回線ゼロって書いてあったぞ。しかも赤かった。うん。回線が。まあ別に対戦した後にすぐ戻れる仕様なので、戻って出てけってやるだけなんだけど。勝ちました。なるほど。いや、あれで避けられたことは初めてだね。死んだ。
まってね。あれ、すいません。まあ、もうバイクの鍵はねえから大丈夫だ。いらっしゃる。つなげらってねー。
あ、手出てきてね。バカぐらいかな。次だね。
ラス1か2かな。オッケー。ウィス。ああ違う、コッパだよ。ダメ、死ぬ。ごめんなさい、死んじゃう、許して。簡単なコンボで終わらそう。ラス1できそうだね。
早かったにゃーパーフェクト。にゃあ、ドラム缶をやり過ごした。とりあえず一番隙の少ないこっちを。真っ青、体力真っ青、真っ青、まだ真っ青。まだ青い。あぶねえ。ああ、死んだ。お疲れ様でした。